まあ、勝手なイメージで語尾つけていいかな。田中も、俺、田中とか言うのかな。知らないけど。そう、なんか、なんとなくのイメージだけど、あんりちゃんは、ナノラって言いそうだから、ナノラって言います。語尾。全然、ちょっと、原作ファンの方に怒られるかもしれないけど、イメージで。どんな感じの語尾なんですかね。田中はアホ？あ、じゃあ、割といいかもな。さよなら。語尾が特徴的。もう完全に、ナノラっていうのか知らないけど、とりあえず、使ってます。だぞって言うんだ。だぞって言おうじゃん。これ早めさんなんですかね。わかんないんだよな。とりあえず早めで登録してるけど。早梅。自分の名前説アンリか。発言稼ぎだぞ。なんか煽ってるみたいになっちゃう。コラボキャラはとりあえず黒目です。ゲイルって人はジャガイモとコラボだぞ。アンリとアンナややこしいな。ないのだぞとか絶対言わないでしょ。まあいいや。もう統一しよう。発言の意見がなくなったので黒目です。エリック・カズナリ。エリック・カズナリ。メアリーが殴りやすい位置にいたため、稼ぎだった狼と見てます。
ズナリ。あ、そういうこと？なんか、あれかと思った。えなりかずき。いや、えなりかずきも違うね。カズナリ。なんかに絡めていってるのかなと思ったけど。タイミングでネタ発言うんぬんの話はあまりにもタイミングが黒目の私は出てないかな。アンリ、アンリ、アンリ。急にカズナリの読み方を、カズナリの読み方じゃないよ、一斉の読み方って。いいねあずなりに入れよう。10秒前
でも、この漫画のファンの人もいるだろうから、カズナリ呼びはやめよう。ちゃんと名前は呼ぼう。一星って呼ぼう。30秒前。カタカナの何がいいかって、この白黒とか言う時とかもカタカナあ被らないからいいんですよね。漢字とかだったら分かりづらいんだよね、パッと。名前と漢字とかだったらさ、例えば、エリックシロとかだったら分かりやすいけど、カズナリシロだったらなんか、一つの単語に見えちゃうんだよね。カタカナっていう点でもやっぱ人狼ジャッジメントは、いい部分だと思いますね。まあ漫画とコラボだったらちょっとさすがにカタカナ表記は難しいだろうけど。いい街。4票3票か。ミカ黒。三日への考察、
契約職員の考察は、それぞれよ、これはもう別に透けてももう関係ないしね。僕黒ないし、僕は黒でも白でもどうでもいいから、乗っ取りはないだろうし、ほぼほぼ霊能だから関係ないね。もうあげるか。一旦保留かな。海になってるけど、梅じゃなくて。
10秒前。30秒前。まあ噛まれそうだな。占い守りに行くと思うからボディ噛まれるかもね。メアリー強人なら YouTube 出たらありがたいけど、この展開すごいきついんだよな。メアリーが偽だった時が一番きついんだよな。狼結構噛み放題になっちゃうから、メアリーいかが本物なら。お、メアリー本物ですね。難しいんだよな狩人。2日目の黒ってあんま当てになんないから。30秒前。素直にメアリー神で来るかもね。まあアンリー神に来るんじゃないかな。アンリー守りはちょっと難しいんだよなこの展開で。10秒前。ベッドブが一番でかいけど。ビビったかな。なんでジェシカかな。ここレンガミ行く場面だと思うけど。アリード狙いかな。ミリック隠しろ。
一旦全員グレーにするか。あ、エリックか、入ってた。なんでグレーエリックと入ってんだろう。バグか。なんでバグってんな。なんでだろう。チェック入れてなかった。だからか。リサイクロ、
じゃあスーザンじゃない。1分前。うん、あんな投票多いな。30秒前。グラフだったらいいですね。サンドラー、サンドラーすぐ良かったな。30秒前。片白なの分かってたけど、みんなの GS をちょっと参考にして、かなり高めに設定してたから、サンドラ最白で置いてる人結構多かったからなっていう判断だったけど。まあでもこれでどうなる？メアリー視点も確定してるよな、ニューオオカミ。これもう勝ちじゃない？ロディ死んじゃない限りは。かかったってことは、両視点これ。
確定じゃない？黒角だね。あー、占いに人狼か。そうか。アイオオカミあるな。うん、まあ今日は何だろうとメアリーの乱闘票だよね。ドラクロあんま考えてなかったけどな。ただでも天壁行人考えないんだったら、ロディが狼で、いや、メアリーが狼でロディが死んだった場合、狂人いないからサンドラ釣ってもいいよね。狂人がいないと考えると、アケミズリー、アケミズリでなんかいい気がしてきたな。待てよ、占いに狼の場合、進路で狂人はおそらく死んでいる。つまり、
みの人参がいい。人参がいいの。そんなは。だよね。いや違う、三、いや違う、結構いいのかな、いい気がするけどな。10秒前、ボディステン、これいいんじゃない、いいよね。多分明美白でも別に問題ないと思うけど。30秒前、行くか。でもこれ白でも占いに狼がいるわけでしょ。白だ、占いに狼だ。
明日決め打ちでいいんじゃないの。30秒前。スーザン黒でしょ。サンドラはロディ黒出すでしょ。メアリーは10秒前。でも別にこの色は別に関係ないからな。一狼連れてるから、どっちでもいいんだよね。身内切りも全然ありえるから、メアリーの。アンナさん、アンリだ。ボディー白、スーザン黒。メアリー偽だね。サンドラ釣らなくてよかったね。多分サンドラ釣られたでしょ。メアリー釣れなかったでしょ。でもMC はエリックが務めさせていただきます。まあ、とりあえずあんな指定はちょっと良くなかったね。動揺してますが、鳥ってなんですか。スーザンとサンドラのランでしょ今日。一指定でもいいけど。
ナロディがなぁ、明美を知らないでくださいって言ったのがちょっともう、それがかなりの失言だったと思うんだよね。まるで内訳が分かってる人っていう感じだったよね。これ狼勝つだろうなぁ。多分サンドラとメアリーのランだったら絶対サンドラになってただろうし。サンドラやっぱ白い最白だなって思って、やっぱその通りだったな。昨日絶対サンドラ入れてたと思う。サンドラメアリーだったら、そんなめちゃくちゃ白いかって言われたらそうでもないからね。そうなんだよね。あれがなければまだあったと思うんだけど、君オオカミを飲めないっていうのはちょっと偽だと思っちゃったね。シーンは切ってないんだよな別に。にしてもメアリーうまいな、ロディに白出しするのも。うん、君もまあ結構黒かったからな、自分が釣られるねんな時に。もう対立構造はっきりしてるから、あとはエリックの投票次第だね。ランというかもうエリックのが全てか。もう2対2だし、そうなんだよな。ロディ白出しちゃったのは良かったのかな、果たして。いい強靭で噛まれてないってなるとおかしくないって。ロディ黒出すべかったなと思うけどな、素直に。まあでもそれでもサンドラ釣られそうな気がするな。アケミ釣りでいいんだよな。いやーうまいなメアリー、うまいねー。俺はもう普通にメアリー死んで進めちゃいそうだな。30秒前。お、いいぞ。名探偵エリック。おー、まあスーザンでいいけどな。
もう知りません。エリックの胃が。みんな訴えかけてる。エリックの IQ がどんどん溶けてる。おー、素晴らしい決断。これはいいね。結果的にロディへの白出しが決め手になっちゃった感じがするね。黒出しちゃ、素直に黒出しちゃえば終わりそうだったけどね。山里亮太より口の回る類人猿エリック。長い。30秒前。ロディ占う人いなくない？誰も占えないんじゃない？これロディ。10秒前。まあ結果論だけど、アケミズリで良かったですね。サンドラメアリだったら絶対サンドラ釣られたと思うからな。すごいね、初手で囲って初手囲いの道切りしたんだね。すごいですね。いやー、これは素晴らしかったね。いやー、いい試合、素晴らしい。もう進行しない。やらない。進行してください。エリック素晴らしい。ファンなのでまた期待してますけど。いやー、ナイスだね。僕だったらサンドラ釣ってるかな。素晴らしい MC でした。ね、アンリに色を見せたいってよく行き着いたね。名 MC だったね。標準誰だったんだろう。両二戦。マジ？マジか。嘘。
両偽なのか、なんだこれ。ロディ MVP ロディにしよう。新占い師うわー、エリックかサンドラ釣ってたらか、オオカミ勝ちだったのか。めっちゃ泣いてる。面白いなこの試合。で、アンナステイも別に悪くなかったのか。めちゃくちゃ面白い村だったな。進化されてしまったの、なんで。アンリ先端透けてました。スパルタって絶対不利だよ。そうだね、ロディに黒出してたらね。ロディさん半端ないって、めっちゃ信頼の働きするもん。ここで持ってくる。大阪めっちゃ面白い村だったな。あんな無理よ普通。うるせえ。
やーめっちゃ面白い試合だったな。でもこれでどうなんだ。でもロディがロディがでも残ってて、まあでも強靭 CEO しないからな。面白かった。でもこれさ、でもさ、ロディ視点サンドラ黒あったんじゃないか。終わんない時点であったのか。分かってたか。最終日まで。トラ、スーさん、ロディ残ってたら、ロディ生きててもスーさん釣ってるよな。そうだよね。あ、だよね。だよね、だよね、だよね、だよね。あーでも狼水をすれば「ロディ遊びはいいよ」っつって。ああ面白かった。理的行為で報告します。そう、市民語りありなんですよね。役職語り。面白かった。身内切りはそうだよな、普通に死んだと思うよな。狼視点もロディ死んだと思ってただろうしな。占い師にいてほしいと狼になって初めて思いましたね。そうだよね。狼が占い師使用するときは死んがいてくれた方が割と分かりやすいんだよな。心境でやりたいね。わかる。めっちゃ面白い村だったな。
辺サムネにしよう。この辺サムネにしよう。先端嫌い。サムネ用にちょっと、サムネ用に。あ、狼チャットみたい。そう、狼チャット見るか。この辺から見たいですか？全部見る。狼ちょっと苦手ですと。すごいなぁ。ランナー早くない？あからさまに黒くなります。すごいなぁ。ヒール役ありそう。ああ、で、結果見せてグレーカムのあり。あ、ちゃんと計画通りだったんだ。すごいな。ロディ今日も見てたから、ゲイル教授に見てたんだね。まあ、黒出ししなかったもんな、ずっと。囲いに行ってたんだろうね、永遠に。まあだから、スーザンを初日に囲ったのが裏目に出ちゃったんだね。この CO もすごい良かったね。役職守れたし。ロディに黒出してたらまだ言ってるロディに黒出してたら PP できてたのか。これめちゃくちゃ面白いな。ロディに黒出してたらメアリーが信じてもらってて、サンドラ釣られてたかもしれないし、ロディ黒出してたらロディ視点メアリーが偽だってわかるから、ロディ黒だったらまた展開変わりましたね。ねえ。知的ロディ部屋閉じようかな。いやー、めっちゃいい試合でしたね。いやー、面白い面白いな。こんなこともあるんだね。